アメリカ世界中の水族館で最も多く飼育されているイルカたちです。さあ、それでは名前を紹介していきたいと思います。まずは皆様方から向かって左側になりますね。こちら名前はミルクと言います。はい、じゃあミルクにね、一つお得意のジャンプを見せてもらいます。おお、はい、ミルクは連続ジャンプが得意なんですね。さあ、そして皆様方から向かって右側になります。こちら名前はパールと言います。はい、じゃあパールにもね、一つお得意のジャンプ見せてもらいましょう。さあ、それでは皆さん、今度はあちらステージの方を見てください。